次に田村隆明君。田村君、はい、6人の参考人の、皆さん本当に今日はありがとうございます。日本共産党の田村隆明です。最初に、鈴木参考人とそして安藤参考人に、質問します。検証部会の中で、農業現場の委員から次のような発言がありました。若い人がなぜ定着しないのかといえば農業で食えないからだと。で、私は本会議質問で岸田総理に価格保障、所得保障などで農家の収入をちゃんと担保すべきだというふうに質問しました。そしたら総理のですね、答弁は農地の集積、集約化等が進まず生産性の向上が阻害される、消費が減少している品目の生産が維持されて需給バランスが崩れる、保証を織り込んで生産者の取引価格が低く抑えられるなどの懸念があるというふうな回答だったんですけれども、両先生方はどのように捉えますか。はじめに鈴木参考人お願いいたします。はい、ご指摘、ご質問ありがとうございます。今日の今までの議論でも、ありました通り、一方で、中心的な担い手が、農地をしっかり集積して生産性を向上し生産を増やすということも、重要でございますが、今そういうふうな、方々が、多くいるわけではなくて、農村現場を支えているのは、多様な農業経営体、家族経営を中心にしたたくさんの方々がなんとか歯を食いしばって今のコスト高をにあえぎながらも生産を継続しようと努力しております。そういう方々の生産が継続できなくなったら、一部の方々がいくら効率化しても日本の農地をしっかりと活用して農業生産を維持して自給率を高めることは不可能だと思います。ですので、そのような、今現場で一番頑張っている多くの方々が農業では食べれないという、状況、悲鳴を解決せずして、日本の国民の命を守る食料を、不足の事態にしっかりと、確保することは、できないという視点から私は田村先生が言われたようにしっかりと、この赤字を補填するような直接支払い、それから中山間地でも、踏ん張っている農家の皆さんが、継続できるようなそういうふうな支援をしっかりやるということが非常に、重要だと。でそれを、価格に応じてそういう支払いをしますと確かに買い叩きにあって、農家の、売り値が下がってしまうというふうな問題も確かに指摘されておりますが、それは、米で1票あたり3000円、というような赤字があるんであれば、それを10アールあたりいくらというような形で、牛乳であれば、酪農であれば、牛乳1キロあたり今10円の赤字がまだ残っております。それはホルスタイン1頭あたりにすると10万円の支給になります。このような形で、価格に応じて払うんじゃなくて、それを面積や頭数に応じて払う形に、変換して払えば、そういう問題は、ほぼ解決できると思います。ですので、総理が言われたような懸念は、少し、的外れではないかと私は考えます。次に安藤参考人お願いいたします。ご質問いただきありがとうございます。かなり本質的な問題をしていただいたと思っております。私の本日配布しました参考資料に、それに関することが書かれております。かつて、個別所得保障制度が実施されました。その時に実は米価が大きく下がっております。そういう点ではですね、どういう環境の下で、政策環境の下で政策を実施するのか、これ大変重要だと思っています。つまりいい政策をそのまま実施すれば
常にうまくいくのかというとそうではなくて、それがどういう状況のもとで実施されたかがすごく重要だと私は思っております。そうした問題が生じないように、先ほど鈴木先生の方から支払い方についての工夫がありましたけれども、それだけで十分かどうかも含めてですね、本当にこの政策を実施するんであれば、それがどういう条件のもとであれば本当に農家の手取りが多い形で機能するのかどうかも含めて、正面から議論する必要があると思います。そしてその議論なり検証は、これまでのところ残念ながら行われてこなかったように私には思われます。私からは以上となります。ありがとうございました。田村君。はい。続いて、安藤参考人にお尋ねします。現在、日本の農業従事者が116万人と四半世紀で半分になりました。しかし農林水産省は2040年代には30万人まで減るとし、坂本大臣は昨日農業従事者は減少する法文に明記する必要があるというふうに答弁されました。一方で農地は維持するというんですね。そうすると2040年代に400万ヘクタールの農地を30万人で維持していくと、これは大変な無理が出てくると思うんです。そして先生にお伺いしたいのは、企業による農地取得、大規模化、スマート農業導入等によって農業の維持というのはこれ図られる可能性はあるんでしょうか。安藤参考人。はい、ご質問ありがとうございます。かなり具体的な数字を挙げて、質問をしていただきました。ありがとうございます。ご懸念のとおりですね、これだけの少なくなった人数で農地を本当に守ることができるかどうかとなると、私もかなり不安を感じざるを得ないというのが率直なところです。スマート農業の技術開発によってかなりの部分対応できるところも出てくるとは思いますが、農業あるいは農地を守るということはただ単にそこで耕作をするだけではなくて、特に水田について言うならば水路の維持管理、それから草刈りですね、夏の暑い時期に何回も草を刈らなければいけない、これは大変な作業です。これについてもスマート農業がかなり解決してくる部分があるかとは思いますが、そうした作物を生産するという経済活動だけではなくて国土をケアするというそういう役割は農業が果たしています。そこまでのことがこの少なくなった人数でできるかとなると、私はクエスチョンをつけざるを得ないと思っております。私からは以上となります。ありがとうございました。田村君。続いて、鈴木先生にお尋ねします。基本法では、国内の農業生産の増大を図るとともに安定的な輸入備蓄の確保を図ることで行わなければならないと、そのようにされています。で、世界で輸出規制が広がる中で安定的な輸入を図ることは可能なんでしょうか。日本で適切な備蓄というのはどの程度の量、そして品目を確保すべきだというふうにお考えでしょうか。鈴木参考人。はい。ご質問ありがとうございます。先生がおっしゃる通りですね、輸入を確保するといいましても、これだけ輸入が滞るリスクが高まってきてて、お金を出せばすぐにいつでも安く買える状況がもう、見込めなくなってきているという状況でですね、輸入先との関係強化、もちろんこれは大事ですが、あるいはさらには海外に、日本の商社などが、投資をして農業生産を増やしておけばいいというような、議論も行われておりますけれども、それを否定するわけではございませんが、それを行っても先生言われたとおり輸入が滞るような事態になったら、まず自国民をさておいて日本に売ってくれる国は、最終的にはございませんし、それから物流が止まれば物理的にもう持ってこれません。ですので、まず、国内生産をしっかりと、増強すると。そして備蓄については、輸入でという考え方ももちろん、ありますけれども、基本的には日本の農業には米中心に潜在生産力があるわけですから、水田のフル活用で、1200万トン生産ができるんであれば、それをですねしっかりと予算をつけて備蓄しておくと、備えることが非常に重要だと。
そのために、政府が責任を持って米で言えば1万2000円ぐらいで買い取りますと、それが500万トン買い取っても、1兆円です。ですから、それだけの予算をかけることで国内の農家を支えて、そして国民の命を守ることができるんであれば、500万トンですと、1年分にはなりませんけどもね、かなりの期間国民の命を守ることができます。ですので1兆円ぐらいのまず予算を目安にするんであれば、米で増産した分を、500万トンぐらい1万2000円で買い取ると、こういう仕組みをですね入れることで国民も安心できるし、農家もよし頑張るぞという気持ちに、なれるんじゃないかと、そういう意味で、備蓄の水準としては、今言ったような数字が、まあ、一つの概算としては目安になるのかなというふうに考えております。田村君、ありがとうございます。鈴木先生は意見陳述の中でも食料自給率の引き上げを強調されました。それは種もそして飼料も含めてというお話を伺いました。6人の参考人の皆さんに残された時間はわずかですけれども、参考人の皆さんが食料自給率はここまで引き上げなければいけない、ここまでだったら大丈夫じゃないかとか、まあ、その数字をですね日頃ご主張されているところがありましたら、そのことについて一言ずつ教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。では大瀬参考人からお願いいたします。ありがとうございます。私は 45% を目標に、達成し、その分その農地とそれから技術、それから人の確保、これをきちんとやっておくべきだというふうに思います。以上です。次に中原参考にお願いいたします。はい、はい、ご質問ありがとうございます。農業サイド側からいければやっぱり高ければ高いほどいいなというふうに思ってます。ただやっぱり現状的には非常に厳しいんでしょうけども、私として個人としてですね、私個人としてはやはり60ぐらいは行ってほしいなと。でそのためにはやはり先ほど来いろいろお話ありましたけども、農地の維持のそういった支払いだとか担い手育成、また担い手だけではなくて多様な農業者が育つことによって農地だとか農村が維持できる、また再生産可能な所得保障、またはですね、産業政策と合わせた地域政策、これをきちっとですね噛み合わせながら、国内の農業の、増産を図っていくと、まあ、そういったところからですね、そこまでは行ってほしいなというふうに思っております。以上であります。三輪参考にお願いいたします。ご質問ありがとうございます。現在の状況ですと掲げている 45% と一定の妥当性があるというふうに思っています。ただ将来的にはこれからのですね不安定さがどうなっていくか、もしくは残念ながら需要についてはですね人口減少等で減っていきますので、そこのバランスについてしっかり考えるべきだと思っています。で基本計画の中で自給率のですね議論をしていくというところでございますが、現状およびですね将来にわたってですねやはりデータに基づく分析というのがですね必要になってくるというふうに思っています。また数字を掲げた中でですねそれを実際達成するための具体的なアクションとそれに対するコミットですね、あとその実現を図るための KPI というのはしっかり設定すべきだというふうに考えております。以上です。西村参考人お願いいたします。ご質問ありがとうございます。私の希望としては1960年代の 80% が希望ですが、先ほども安藤先生からもございましたように、まあ、最低でも 50% ぐらいの自給率がないと何かがあったときに混乱するのではないかというふうに思います。で本日もロシアのタージャの話をいたしましたが、国内にはやっぱり家庭菜園、販売農家ではない生産をされている方がいっぱいありまして、潜在的な自給率はある意味あるんではないかなと思います。その分野にもしっかりと支援の手を差し伸べていく必要があるんではないかなというふうに思います。鈴木参考人。はい、農水省がですね平成18年に出したレポートで、食生活をもう少し、米を増やすような形で改善するだけで食料自給率は 63% まで上げられるという数字を出しております。このレポートを、ね、いいじゃないかということでネットで検索して、計画立てようと思うと、なぜか、なかなか
アクセスできなくなっているという事情が不思議なんですけども、まあ、こういうデータもございますので、これをですね、一つの、まあ、あの目標として、捉えるということは あり得るのかなというふうには考えております、はい、で改めて安藤参考人お願いいたします。はい、ありがとうございます。現在の基本法で 45% と定めております、目標としておりますけれども、その時にかなりの議論をしたというのを私記憶しています。そういう点では 45% というのはかなりの一定のというかかなり重要な意味合いがあって決まっているんだと私は思っています。ですから 45% をなんとか維持したいと。もちろんあの高い方がいいに越したことはございませんが、それはあの譲れないのではないでしょうかというふうに思っております。私から以上となります。はい、田村君、参考人の皆さんありがとうございました。以上で終わります。